はいどうもこんにちは、カジマックです。フリーテルサムライミヤビ、今日は各種テストほか断片的にやっていきたいと思います。で、動画と写真に関してはまた別の機会にやってみたいと思います。それ用に購入したものが実はまだ届いてないんで、今回はそれ以外をちょっと短めにサクッとやっていきたいと思います。とその前にちょっとお詫びがあります。実はこの前の動画でやった常駐アプリ終了不具合に関して、常駐アプリを立ち上げてもタスクに出てきちゃうんで、タスクキルをすると常駐やめちゃうっていう不具合の回避方法をお話ししたんですけど、その方法をさらにかいくぐって終了しちゃうことが判明しました。サムライミヤビの不具合として、常駐アプリを起動してもなぜかタスクに出てきちゃうんで、タスクキルすると常駐をやめちゃうっていうやつね。前回の動画で常駐アプリを起動したまま再起動をかけると、はい、今再起動終わりました。常駐アプリがタスクから消えるんで、これでタスクキルされなくなりましたっていう話をしました。これで一安心だと思ってたんですけど、いざ常駐アプリを手動で立ち上げると、はい、わかります、タスクに復活しちゃいます。いや、これは本当に参りました。ウイルスのアプリはあんまり立ち上げることはないかもしれないんですけど、クリップボードは頻繁に立ち上げます。本当これは不便です。こういう何気ない一手間って、その一手間以上に結構うざいんですよね。スマートじゃないことを強いられてるって何気にストレスを感じます。ここは本当早く改善してほしいところです。はい、それでは今回カメラ機能以外でどんどん試していきたいと思います。で、今回は比較対象として Xperia Z3 を使っていきます。と言ってもこの Xperia Z3 1年以上初期化してません。なんであくまでご参考程度にご覧になってください。はい、こういう結果となりました。こっちが Xperia Z3 48,845、 こっちがサムライミヤビ31,700となりました。次、 Wi-Fi のスピードテスト。これは前回もお話しした通り、このサムライミヤビは 5GHz 帯には対応してません。ここはちょっと残念ですよね。はい、こういう結果となりました。で、これあんまりミヤビ自身と関係ないんですけど、モバイル通信でもテストしておきたいと思います。はい、今夜の10時半を過ぎたところ、マイネオ D プランの結果がこんな感じ。これ例のフィーも大丈夫ですかね。ちょっと心配になってきました。次、これもちょっとあくまで参考程度にご覧ください。アプリの起動対決。冒頭でもお話しした通り、 Xperia Z3 はもう1年以上初期化してません。アプリもデータもたくさん入ってるんで、全然対等な対決ではないと思います。一応タスクは切った状態で両方 Wi-Fi に繋がってます。はい、それでは行きますよ、せーの。はい、こんな感じ。次はツイッター行きます、せーの。はい、どうでしょうか。普段使いとしては遜色ないレベルじゃないかと思います。次、ディスプレイ関係やっていきますね。まずはこれ、マルチタッチ。はい、これわかりますかね。ミヤビは5点となってます。 Xperia Z3 は10点。ただこの差、何に影響するんですかね。ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。ついでに色味も見ていきましょう。はい、並べると一目瞭然。ミヤビの方がやや黄色がかってる感じがします。僕は目に優しそうなこういう色の方が好きなんですけど、比較的日本では青い液晶が好まれがちだと聞いたこともあります。ここは好みが分かれそうですよね。そして起動を試したいと思います。今これが両機とも起動が最低の状態。 Xperia Z3 の方が暗くできるということです。はい、それでは起動上げていきますね。両方マックスでこんな感じ。結構いい勝負じゃないでしょうか。
はい、それではざっくり照度計で測ってみたいと思います。これが Xperia Z3、 こっちがサムライミヤビということで、輝度マックス状態ではサムライミヤビの方が明るいということです。でもね、このミヤビの明るさ自動調節、これはちょっと残念。はい、行きますよ。はい、こんな感じ。なんかね、ガクンガクンって調節される感じ。これは致命的ではないんですけど、暗がりでスマホを使っている時、結構気になるポイントではあります。最後にスピーカーテストして終わりたいと思います。 YouTube にアップした音楽を聴き比べてみたいと思います。はい、それでは行きます。ミュージックスタート。はい、こんな感じになりました。なんか違い分かりました？実は Xperia Z3 はステレオで、サムライミヤビはモノラル。そのあたりの差が分かるように出てればいいんですけど、まあでもね、ぶっちゃけ僕はスマホのスピーカーって、ある程度音が鳴ったらいいのかなってタイプなんで、どうなんすかね。まあちょっと甘いかもしれないんですけど、これぐらいになってれば十分かと思います。はい、ということで、何かしら参考になりましたかね。あとね、本当はデュアルシムの切り替えとかやりたかったんですけど、実は何回 APN 設定しても、ミヤビでレキオスのシムが通信できませんでした。正直理由がわからないんですけど、両スロットともマイネオは使えたんで、危機的な不具合ではないです。一方、レキオスシムは普通に D タブでは使えてるんで、シム側の問題でもないと思います。ちょっとよくわかんないまま諦めました。あとそこで気づいたこいつの欠点。めちゃめちゃSIMカードの取り外しは大変です。このミヤビの場合、プッシュすると飛び出してくるような機構がなくて、ただSIMが刺さってるだけなんですね。ってことは、抜く時もただ抜かないといけないんすけど、それがめっちゃ抜きにくい。マジで工具がないと無理レベル。ここはちょっとマイナスポイントだと思います。ほんとしつこいんですけど、はい、ご一緒に。これ、2万円を切ってるスマホです。っていうか1万9000円を切ってるスマホですよね。コスパは十分高いと言えます。僕は普段マイネオのデータ専用シムを挿して、ちっちゃいタブレット代わりに使ってるんですけど、はい、ここ、LINE 入ってますよね。これ家の固定電話で LINE のアカウントを取ってみました。ノリゾーさんの動画で見てしたんですけど、電話が直接かかってきて認証できるって知ってました？詳しくはノリゾーさんの動画をご覧になってみてください。で、結果 LINE の無料通話もできるようになったんで、なんちゃってスマホの完成です。ほんとモバイルできるサブスマホとして持つにはこれでも十分、かなり満足度高いんじゃないかと思います。はい、ということで今回、ざっくりあれこれ試してみたんですけど、ほんとコスパの高い端末だと感じました。一部だけ撮ってみると、Xperia Z3 に勝る部分もあるわけで、サムライミヤビ、かなり検討した方ではないでしょうか。あととりあえずもう一本、動画や写真の検証もやってみたいと思ってますんで、このサムライミヤビ、気になる方はぜひともご覧になってみてください。ということで今回、サムライミヤビいろいろ試してみたっていう動画でした。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマクでした。